じゃじゃーん中村主導です今回もベノムやりますじゃじゃーん嘘だろどうもご機嫌がでしょうかえ前作に引き続きましてエディブロックの日本語をき換えを担当いたします佐部純一です予告編のセリフを一言と言われましたのでちょろっとやってみましたが全然これだとわかりませんねというかあの予告ほとんどベノムばっかり喋ってるっていう感じでね 冒頭を歌いなながら朝ごはんんかも作っっちゃっておりますけれどもねまあ何でしょう、まあ、ちょっと見ない間に関係性がかなり深くなったのかな良くなったのかな分かりませんけれども本編楽しみですよね、えー、さらに今回はですね内田直哉さんが演じられております、えー、クレタスが変貌するカーネージがねついに登場しますどうなるんでしょうねベノムと一体どういう感じで絡んでくるのか、まあ、予告だけでも,もう本当にワクワク止まりませんけれども本編これもう 面白いこと間違いなしだと思いますので「ベロムレッド・ザ・ビー・カーネシー」ぜひ劇場でご覧ください。 暗役の中川翔子です。皆さん、セリフが言えてずるいです。私、まだ予告編にセリフがないので、ちょっとムズムズ、ウズウズワクワクしています。でも、予告編の中の1分16秒21コマから1分18秒12コマでちゃんと登場してますので、いやー、今回もシーベノムになれるかなね、続編はもっともっと活躍してほしいなーシーベノム。あと、ベノムとエディ、仲良すぎませんもう、たまらんですよ、この仲良さ。可愛いい、ベノム。 世界を狂え、内田直也です。えー、前作のラストで登場いたしましたけれども、皆さん覚えてらっしゃいますか、えー、この最新作でも引き続きクレタスの声を務めさせていただきます。シリアルキラーの役どころということで、えー、皆さんをゾワゾワと震えさせるような狂気を出していきたいなと思っております。どうぞお楽しみください。